30丁目駅はアメリカ合衆国フィラデルフィア市の鉄道駅である。南東ペンシルバニア交通局及びアムトラックの主要拠点である。北東回廊の駅でもある。周辺の鉄道路線図駅舎外環近郊線のリバのエントランスペンシルバニア鉄道によって建設されたフィラデルフィアの都心の西方スクールキル側の西岸に位置する。州内随一の利用者数を誇る。 大駅で路線バスのネットワークの中心でもある。セプタ、アムトラック及び NJT の列車が当駅に停車する。上階の3つの東西ホームはセプタの近郊線専用ホームとなり、下レベルにある南北ホームはアムトラックと NJT に使用される。隣に地下鉄の駅があり、セプタマーケットフランクフォード線及びすべてのセプタ、地下地上線がここに停車する。 かつて地下鉄駅との連絡トンネルがあったが、1980年代に閉鎖された。アムトラックの駅の中で年間の旅客数は全国第3位である。アムトラック専用ラウンジ、クラベーサラがあり、パスを所持するアムトラックゲスト会員、セレクト会員、アセラエクスプレスのファーストクラス旅客、夜行列車の寝台旅客等に利用可能。アムトラックの駅コードは、 PHL。ニューアークリバティ国際空港への列車に、ユナイテッド航空がコードシェアを行うため、空港コード ZFV も割り当てられる。かつて、フィラデルフィアの中央駅は、市役所のすぐ西側にあった、ブロードストリートステーションであったが、東端式の駅であったため、ニューヨークからワシントンに向かう列車はこの駅で、方向転換する必要があった。 この不便を解消するため1930年代に新設されたのが30丁目駅である。しかしながら、ブロードストリートステーションは都心の一等地の立地で利便性が高かったため1952年まで使用され続け、解体された。ありがとうございます。